もう終わりなんですね、人生は。もう自分が宣言していますね。私は野蛮人であると。確実に不幸になります。人間として大成功する方法はそれなんです。人間としてこの社会で成功したければ、まず親孝行することです。それしないんだったらもう失格です。恩知らずだから。社会は心配するはずもないんです。一生の味方の面倒も見てないんだから、味方を裏切るんだから。だから人生大成功に収めたければ、親孝行で始めなくちゃあかんです。親が子にとって梵天です。神様です。梵天とはバラモン教が説く創造神です。子供を全面的に心配する親が梵天そのものなんです。お釈迦様はすごい客観的な理論で、生命を産んで育てるのは梵天のだったら、これ親のことだろうと、いきなり言うんです。それで、終わり。親孝行するべき話終わり。親孝行しなかったら、あんた人間でもないんだよっていうことで。この命まで与えて、一人前にして、社会人にしてあげて、それは恩は知りませんよと。親が厳しかったよと。親に殴られたこともあるよと。あるやこれやとか。もうそれ失格。私は、親に悪口言う人はもう、全然相手にしない。ある精神的にひどい病気になってる人がいて、ずっと電話かけていろんなアドバイスしたりしてて、ある日その人はものすごい凶暴になったりしますけど、ずっと薬そげで、なんかもういろいろ薬もやめたい、あれやこれって言いながらね、そこでもう親のことはもう嫌で嫌でたまらんと。だから父親にいろいろ迷惑かけたり、タイヤをパンクしたりで、何が、だって今仕事を退職して家にいるんだからうるさくて、であなたはね、ずっと家にいるでしょ、外に行くこともなくて、それはどう、私は病気だからしょうがないでしょうと、こういう人の理論なんですかね。自分が病気だから親に食べさせてもらっても、もう二十何歳かもわからないんだけど、仕事場で退職して家にいる、もう父親がいるのは嫌なんですよ。出て行けという態度なんで、そこであなた親を恨むならば、親の悪口言うならば、親を殺害しようと思うならば、もうこちらに電話かけてこないで、これっきりで話が終わりやと。私もあなたに申請するしないんだ。あんた病気とかなんとかとか、そんな話は私は乗りませんよと。病気に隠れて親を殴ったりする権利もあなたにないんだよと。それは無条件であなた、親のことは何とかして親孝行しなくちゃあかんやと。何もできんだったら、まあ、最低私の面倒見てくれるんだからと、それぐらい覚えておきなさいと。その話だったらあなたの相談相手には絶対なりませんと、それで終わり、さようならと電話切っちゃった。精神的な病気で私は親切にならない。それぐらい親孝行しなきゃもう終わりなんですね、人生は。親を尊敬できないという人はね、自分は野蛮人で文化人ではないと宣言しているだけです。私の親は尊敬できませんと言ったらね、親が悪いんじゃないんです。仏教では、まあ、前も説明してたでしょうね。親っていうのは悪行為する親もいるし、犯罪をする親もいるし、しかしそれは親とこの関係のには関係ないでしょう。世の中の独裁者もいるでしょう。へっちゃらでいいところです。例えばリビアのガダフィもすごい独裁者で、しかし国の全財産、自分と子供たちだけで分かち合って、だから子供から見ればこの親は独裁者で、殺さなくちゃとかな、それはありえないんです。ガダフィを追い出せならば、俺は国民をやるしかないんです。親が人間なので、死後錯誤で子育てに苦労しているんです。親って人間ですから完璧じゃないでしょうね。親はまあ死後錯誤でやってますよ。少々の間違いのみを覚えて、無料の愛情を忘れるのは恐ろしい性格で、親が失敗したらゲラゲラと笑っちゃえばいいでしょうね。あるいはそこら辺カバーしてあげればいいでしょうね。自分の間違いいつでも親がカバーしてくれるでしょうね。これだけ覚えるんだったら、親の無料の 愛情を忘れるならば、親が殴ったことがあると、ある人が言ったんですよ。私、そう、あんた生まれてというから今まで殴ってきたんですかと。どう計算してたっても何回だけでしょうね。それもあなたがそれなりのもうやんちゃで反抗期で危険なことをやった時だけでしょうねと。なんでそれだけ覚えてるんですかと。なんであんた親をあなたを抱っこしたことを忘れてるんですかと。父親が子供を抱っこしてる時間と子供を殴ってる時間比較したらどうですか。同じおつまらない絵本をね、毎日読んであげてるんだから、なんでそれを忘れるんですかね。ですからもう、親を尊敬できないと言ったら、もう自分が宣言していますね。私は野蛮人であると。
これ大災になります。確実に不幸になります。たとえ虐待を受けたことがあっても、なんとか育てたので文句言う権利はありません。時々しつけで殴られることじゃなくて虐待を受けることもあります。それはすっごい悲しい出来事ですけど、親にいろいろ問題があったりしてね、時々虐待してもなんとか育てる場合ありますよ。それだったらそこを覚えなくちゃいけないんですね。私の性格が悪くて親と相性が悪くて虐待を受けましたと、やっぱりそれでもいろいろ、まあ、育ててくれなかったと。借金などを独り立ちしている子供の人生を狂わせたり、子供はもう仕事をしてますから愛想を払うだろうと、親目をいじめたりする親もたびたびいます。たびたび子供の人生台無しにする人々はいます。それは親に問題があります。お嫁さんをいじめるんだったらやっぱりお母さんに問題ある。いじめる権利はないんです。それはもう息子のお嫁さん、まあ、病気です。それそうなってくると息子に責任がありますから、お嫁さんを守る、まあ、出ていくしかないんで、二人を合わせないようにするしかないんで、そうなってくるとお嫁さんも意地があるんだから、孫を見せてくがないっていうことになるんで、それは女同士の戦いでしょう。それにおばあさんが文句言ったってもね、調子に乗るんじゃないよ。孫とむちゃくちゃ遊びたければ、お嫁さんのことを我が娘のように愛しなくちゃいかんで、娘のように愛してあげると、まあ、孫を放り出していくんです。もうどうぞ勝手にしてください。まあ、こと人間関係を築いてないんですね。だから子供ではないんで、もう人間関係です。結婚した時点で親子関係はもう終わったんです。それから人間関係です。そこは築いてないんです。父親が勝手に借金したりして、それで子供が苦しって借金払わなくちゃかんとか、ね、それ払ったところでまたやっちゃうとか、あれってもうとんでもないことです。その時子が身を守るのは構わない。その時自分の身を守るために親からそっと離れたりとか、もう関係ないことにするとか、なんとかしなくちゃいけない。そういう特例だけですよ。それでも親が衰えていくと面倒を見るべきなんです。鬼のように親であっても衰えていくと何もないかったような感じで面倒を見るべきなんです。何もできなくなったら借金もできませんし、仕事もいじり見ることもできませんし、もう寝たきりになったりするとね、その時はまあ全部面倒見る。完全な恩返し、親孝行しても恩返しにはならないとは仏教の考えで、これを前に説明しました。親に徳を済ます、善行をさせる、死後不幸にならないようにすることで恩返し完了です。親が道徳を守る、瞑想もする、仏教も学ぶ人間に何とか工夫して、その興味を作ってあげればもう完了です。人間の日常の生き方を道徳に富んだ生き方に変えることは理性的な仏教的な生き方ですから、子育てっていうのは誰でもやってること、それが理性で入れ替えると道徳的になります。仕事は誰でもやって、それが意識しめでやると善行為になります。友達作ることは誰でもやってます。しかし意識しめでそこをやると善行為になります。ですから仏教っていうのは我々の何の変哲もない普段の生き方、日常の生活そのものを善行為に入れ替える方法なんです。はい、これで話は終わりです。はい、どうもありがとうございます。幸せでありますように。